メディカルプラス講師の木下裕和です。生徒プラス生徒役の木下大志です。生徒プラス生徒役のジャガイモです。さあ今回もですね、皆さんと一緒に、医学知識をプラスしていきたいと思います。さあ今回はですね、血圧を、もう測ったことありますかね。年中測っております。いや年中ってどういう意味ですか。1日2回ぐらい。ああ毎日測ってると。その通り。いうことですね。はい、まあ大志も測ったりしてるよね。俺は年に400回。なんで意味わかんないから。なんでまあいらん回答ですけどね。さあ行きましょう。じゃあね皆さん、血圧を測るのは病院で測ることもありませんか。僕はないです。私はあります。まあありますよね。病院と大体必ず血圧測ってくださいって言われますね。さあ病院で測る血圧と、ご家庭で測る血圧、どっちが正しいんでしょうか。今日のテーマは血圧を測るのは病院ですか家庭ですかということなんですが、まあ、直感としてジャガーさんどっちだと思いますか。もちろんそれは家庭ですよ。どうして。病院行くとドキドキしちゃって血圧10とか20とか上がっちゃうから。ああ、大使はどう思うかな。これは、もちろんね、皆さん分かるよね、病院、どうして。だって病院の方が正確に決まってるじゃないですか。ああ、そう思いますか。家庭って、大体安いと思うんですよ。安い血圧計が。で、だから病院が多分結構高くて、水分がピュ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 って聞いてる、ちょっと俺今話してるけど、結構いいのかなって僕は思いますよね。実はですね、水銀で測る血圧計はなんと2021年販売も輸出入も禁止になります。ですからもう水銀の血圧計が使われることは今後ありません。ね、意外でしょ。なんで。いやこれはね、まあ、水銀が実は、まあ、体に悪いということなんですけども、さあ実はですね、どっち病院と家庭どっちっていうのはもう正解が決まっております。こちら診察室血圧と家庭血圧の間に診断の差がある場合、家庭血圧の診断を優先すると。イエーイ。なんとね、2014年の高血圧治療ガイドライン、この日本でね、こう治療しましょうっていう指針、これも書いてあるんですね。家庭の血圧が優先なんです。じゃあ病院行ったら測らなくていいんですか。いやまあそんなこともないんですよ。そんなこともないけども、はい、こちら2019年最新版のガイドラインにはこう書かれています。家庭血圧を指標とした高圧治療の実施を強く推奨すると。ね、つまりね、ご家庭で測った血圧をもとに血圧の治療は行いましょうと、こういうことになったんですよ。ジャガーさん、正解でした。ほら、だってね、試合前も測った時あるんだけど、20ぐらい上がっちゃうから。そりゃそうなんですね。血圧はまあちょっとしたことで変動するんですよね。まあ大使は間違えと。実はね、血圧計って病院で使ってるのもそんなに変わりません。あ、そうなんだ。そうなんです。家庭で使ってる血圧計もそんなに変わりません。よくね、聞かれるんですけど、この腕で測るじゃないですか。はい。この上腕、二の腕のあたりにぐーっとマンシェットっていうのを巻いてね、ぐーっと力入れて巻くじゃないですか。だけど手首で測るのも売ってますね。見たことあります。あります。ありますね、これどっちが正しいんでしょうか。これもう俺言っちゃっていいですか。わかるわかる。これめっちゃ簡単ですよ。はい。これ実はさっき俺これやと思ったんですよ。はいはい。でも俺は裏の考えでこっち。いや裏の考えで根拠ないの。根拠ないの。あれ一応あるんですよ。動脈が穴狙いじゃん、それじゃあ。動脈が、はい、通ってるところはどこでも測れるから、はい、ここでもここでもここでも測れる。ああなるほどね。まあ測れるのは測れるんですよ。ですが実はね、手首だといろんなことで不正確さが出る。例えば手首曲げたりとか、あとね、動脈、これ頭骨動脈と尺骨動脈2つあるんですよ。ですから正しくこう圧迫できなかったり、やっぱり血圧はね、
この腕、上腕で測るのが一番正しいと、こうされております。まあ、手首を持っていらっしゃる方もね、間違いではないんですけど、まあ、なるべく上腕の血圧計を、まあ、買っていただきたいと。実は体温計ってね、皆さんお家に、まあ、1本あると思うんですけど、やっぱりね、これからの時代は自動血圧計、これも一家に一台の時代になります。それはやっぱりこれなんですよ。家庭血圧が重要と、うん、じゃあなんで重要なんですか。家庭の方が、診察室より家庭の方が重要なんですか。これは実はね、もう信頼性も高いし再現性も高い。どういうことかっていうと、まあ、病院で測りますとね、まあ、上がったり下がったり、まあ、いろんな要素があるんですよ。まあ、さっきジャガーさん言ったように、この白衣を見るだけでバーンと上がっちゃう人がいるんですね。しかも少なくありません。逆にね、病院に行って測ると安心して普段よりも少なく出る方もいらっしゃるんですよ。だから実はね、病院で測る血圧はあんまり正確じゃないんですよね。だから家庭で血圧を測っていただきたい。いや、僕の外来でもね、もううるさく言っております、例えばね、血圧の薬を、まあ、長く出してほしいという方いらっしゃるんですよ。例えば2ヶ月とか3ヶ月ね、なかなか来れないから長く出してほしい、こういきなり言われましても出せません。それは法律で決まってるので出せません。出せる場合は安定してなきゃダメなんです。この状態が安定してなきゃ出せません。それはやっぱこれなんですよ。家庭の血圧を測って記録してきてもらって、それが安定してるっていうのを見て初めて長期処方僕は出しております。ですからね、まあ、なんていうのかな、この医者口うるさいなと思うかもしれませんけども、これが正確なんですね。正式なんです。そしてですね、どうして高血圧は悪いかっていうと、これです。脳血管、心臓、そして血管病、こういうものに関係してきて死亡のリスクが上がるからなんですよ。血圧が高いとこういうリスクが上がってしまうから血圧は下げましょうと、こういうことになってるんですね。なるほど。で、家庭の血圧の方がどうもやっぱりこういう病気には関連性が高いと、もういろんな研究で実は明らかになっています。さあ、それでは家庭で血圧を測るのが分かりました。次はいつ測るって問題がありますね。いつ測ったらいいか。ジャガーさん、いつ測ってますか。朝と晩嘘ですよねあの夜は測ってる見たことありますけど、朝測ってませんよね。だから朝って私が起きた時間が朝だから。ああ、そういうことね。昼の場合もあるほとんど昼でしょ。何言ってんの。昼でしょ。あなたを起こしに行くの全然違う。うちは揉めはいいですからね。いや、違う。はいはい、違うんですよ。これね、正解はですね、朝と晩、ジャガーさん当たりなんです。正解なんです。いや、絶対見たでしょ。絶対見たでしょ。うん、違う、生まれ変わったら医者になる。いやいやいや、しかもですね、はいはい、まず、そもそもジャガーさんが朝測るの一回も見たことありますよ。あんたが学校行った後に行くの、測るの。いや、待ってください、待ってください。さあ、こちらを見てください。実はね、朝の測り方はもう決まってるんです。こういう風に測ってくださいと僕もいつもお願いしてます、うん、まずね、朝起きて1時間以内です。1時間以内。それから排尿後、うん、おしっこした後に測ってください、うん、そしてお薬飲んでる方は飲む前に測ってください。そして朝ごはん食べる前に測ってくださいと、こうお願いしています。できればね、座って、座ね、座って 1,2 分間気持ちを落ち着けて、その後測ってください。安静にした後測ってくださいと、こうお願いしております、うん、ジャガーさん、やってますか。うーん、動いた後結構高いからね。そうです、動いたら高くなりますからね。実はね、これ朝1時間以内というのは、まあ、実は本当はね、起きてから、まあ、そんなに時間経たないで測った方がいいんですけど、そうしちゃうとですね、あまりきちきちにしちゃうと測るのめんどくせえなとかやめようとかいう人が多くなってきてたので、これね、継続して測っていただくのが一番の狙いなので、1時間以内と、こうしてるんですね。ですから僕はいつもね、朝起きてからご飯食べる間、
おしっこ行った後に測ってください、こうお願いしてます、まあ、でもね、どうしてもこれ測れないって方もいらっしゃるんですよ。だけど大事なことは続けて測ることなんですよ、もうめんどくせえからやめたとかこういうことじゃなくって、1週間に3回でも結構です。続けて測っていただくのが大事。それでは1回に何回測るんですかということですが、ジャガさん大体1回ですね。え、違います。え、あの、下がるまでやります。下がるまで、下がるまでやる。気に入った、はあはあ、あの、血圧になるまで、あ、なる前ね、何回も測ってみると、うん、1回目は大体高い。あ、高いね。なんかドキドキして高いかもしれない。ああ、なるほど。大使はどう思う？あ、いや、あ、振れ、あの、振ってくれてありがとうございます。はいはいはい。ね、これ分かっちゃうんですよ。分かっちゃう？分かっちゃう。はい、2回、2回測るね。2回、はい、ここに書いてありますね、これ ね、 ね、読むのやめなさい。はいはい、これね、原則2回なんですよ、うん、原則ですよ。そしてその平均を記入していただきたいということなんですよ。2回、まあ、でもね、めんどくせえなと思う方は1回でも結構です、うん、とにかくね、続けて書いていただく、測定していただく習慣をつけていただく、これ大事なんですね。3回測っちゃった、まあ、ジャガーさんみたいな方いらっしゃるわけですが、これでも結構です。測っちゃったもの、測っちゃったものなんです、結構です。まあ、この平均を書いていただくと。これ朝はね、ちゃんとした決まりがあるんですけど、意外にも晩はあんまりないんですよ。へー。日本では就寝前ね、就寝前ですね、うん、お休みになる前に測ってくださいと、うん、こういうのあってるんですよ。実はやっぱりね、朝はちゃんとこう決まりを守れるんだけど、夜はなかなか難しいんですよ、うん、測っていただくのが大事なので、まあ、こう決めてあります。血圧がね、下がる、血圧が下がっちゃうことがどうも夜には多いわけです。例えば、うん、お風呂入ります、うん、お風呂入りますと温まって血管が広がって血圧が下がる、うん、お酒をちょっと飲んじゃう、うん、リラックスしますね、血圧が下がる。そして夕食後お薬飲んじゃう、血圧もちろん下がります。まあ、こういうことがあるので、あんまりきっちり決めるとですね、まあ、これ測りにくいなんて方もいらっしゃるので、まあ、一応こう考えてありますけど、もう測るのどうしても大変だっていう方は朝だけでも結構です。とにかく続けて測っていただくっていうのが大事なんです。これを見るとね、ご自身もよくわかるんですよ、うん、あれ今日ちょっと高いな、いつもに比べたら高いなとかね、あれ低いなとか、ちょっといいなとかね。ジャガーさん、わかりません？わかりますよ。ね、測る習慣があるといいと思いません？うん、ちょっと後頭部が重いなと思った時測ります。え、あ、そういう時だけ測るんですか？いやいや、特に。あ、特にね、うん、やっぱりこう自分の体調管理に非常に血圧測定っていいんですよ、うん、だから僕もね、どうしても無理な人は朝だけでもいいですよ、うん、こう外来でお伝えしております、うん、さあ、ここですね。一体何日間測ればいいのかということなんですけども、高血圧の方は一生なんですね、生涯測定。まあ、こういう話しますとね、大体ね、めんどくせえなとこう思われるかもしれませんけども、じゃあ測ってみてどうですか、習慣になると。いや、その自分、そのバロメーターが自分を安心させるので、うんうん、はいはい、必要だと思います。あ、矢川さんもやっぱり毎日測る習慣がもうできてると、うん、そうですよね。僕付き合った頃から電話がかかってきてね、ちょっと血圧高いんですけどとかね、朝そういう相談があったこともありましたね。そう、もう大将うまいから高かったですか？家計がね、やっぱりみんな高いので。ああ、なるほど。先生、遺伝とかってあるんですか？あ、遺伝はね、実はね、両親が高いと 50% の確率で高血圧になるっていうデータもありますけども、やっぱりね、生活習慣ですよ、一番はね。大使はどうですか、血圧高いって言われたことある？全然ありません。ありませんね、はい、実は僕もないんですよ。皆さんご存知のように、診察室では140-90でした。実は家庭はね、ちょっと下がってるんですよ、うん、135-85以上を高血圧と決まってるんですね、うん、さあ、血圧が高いのかなと思って、うん、病院に行きますと、家で必ず血圧を測ってきてくださいと言われるはずです。僕もそうお願いしています。だいたいですね、7日間、まあ1週間から2週間測っていただいて、その結果を見てですね、はい、あなたは高血圧です、うん、とかね、薬を飲んでみたけどこの薬でいいのかと、うん、
という判断をします、うん、1日2日測ってね高いとか低いとかこういうことじゃないんですよ。ある程度の期間を持って、その人は高血圧とか、うん、このお薬ではいいとか良くないとかこういうのを決めていくわけなんですね。なるほど。はい、さあ今日はですね、血圧の測るのは家庭がいいんですよ、いつ測るのかどうやって測るのかそういうことを勉強させてプラスになりましたでしょうか。たいしくんどうでしたか。いやー僕はいくら子供とはいえね、うん、一応なる可能性あるんですよね。はい、なので僕も生活習慣を良くしようと思いました。はい、ジャガーさんは。私はこのまま続けていきます。はい、はい、よろしくお願いします。いかがだったでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram ぜひ登録してください。よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。